こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。今回ですね、ちょっと今朝、アプリをですね、ゲームのアプリですね、一本ダウンロードしました。グルリンクエスト、まあ、こちらのですね、方がリコメンドとしてですね表示されたので、おっと思ってですねちょっとダウンロードしたんですけれども、まあ、グループス、こちらの会社さんがですね、開発リリースした、ソフトになるんですけれども、まあ結構ですね、様々他にも、スカイロック、トイズドライブなどの作品をですね、世に出している会社さんです。で、出しているゲームですね、どれも新しい要素が、今までの市場にない要素がですね含まれておりまして、今回のクルリンクエストに関してはですね 2.5 次元というところがですね不意になっております。まあ、実際ですね、それがどういったものなのかというのはぜひともですねダウンロードしてプレイしてほしいと思うんですけれども、まあ、今回そちらのお話をしたのもですね、弊社の運営しておりますアニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイトラクジョブの方にですね、グループさんからですね、求人があったので、ちょっとそちらも兼ねてのお話でした。まあ、テクニカルアーティストということで、グループスが新しいゲームを作る際に新しい技術をですね、そこに応用していきたい、詰め込んでいきたい、まあ、そういった際に活躍するのが、テクニカルアーティストです。まあ、なので、デザインとしての知識経験、プログラマーとしての知識経験、そちらの両方がですねある方というのがいるとですね、非常に重宝されます。なおかつですね、このテクニカルアーティスト、今はまだ知名度そんなにほど高くないかと思うんですけれども、将来的に言えばですね、必ず需要出てきますね、間違いないですね。プログラマーとデザイナー両方のスキルをですね、持って実際にですね実践に移せる方、これが重宝しないわけがありません。特に今ですねデバイスの進化とともに求められる技術も高くなってきているというところでですね、そこの2つをですね抑えている人というのはですね、まあ、間違いなく、これからのですね時代に必要とされるでしょう。ぜひですね、この今のうち今の段階でですねテクニカルアーティストとして、実績を重ねていく、仕事をしていくということをですね、行っておくというのは、必ずプラスになると思いますので、ぜひ興味のある方はですね一度ラクジョブ検索してみていただければと思います。グループス新着の求人としてございますので、ぜひご覧になってみてください。どうぞよろしくお願いします。